東京は港区芝公園。岩谷水素ステーション芝公園に併設されたトヨタ未来ショールームに行ってきました。せートヨタチャンネル見てね。今日は脱炭素社会の実現には欠かせない燃料電池自動車未来をご紹介します。トヨタ未来ショールームではスタッフの方が新型の未来について丁寧に説明してくださいました。事前に申し込みをすれば体感試乗もできるそうです。説明を受けた後、カーシェアリングサービスを活用して都内をドライブしてきました。それではレッツゴー。トヨタの未来は燃料電池自動車です。この車は酸素と水素を化学反応させて電気を作り、その電気でモーターを回して走る車です。走行中に排出する CO2 はゼロ、有害なガスも発生しません。排出するのは水のみです。燃料である水素は水素ステーションにて充填します。水素ステーションは全国に約150箇所、香川県だと高松市に1箇所あります。水素を充填すると上級グレードの未来で約 850km、 通常のグレードで約 750km 走ることができるそうです。全長は 4890mm、 全幅は 1815mm と、都内で走らせる場合、人によっては少し大きいと感じるかもしれません。走行時エンジンの音がしないのでとても静かです。アクセルを踏み込むと車体の重さを感じさせることなく、もりもりと元気よく走ってくれます。ボディ剛性もしっかりしているので、カーブを曲がるとき、とても安定していました。またタイヤからの情報もつかみやすく、意外と走らせて楽しい車なんだなと思いました。災害などの非常時には1500W の電力供給が可能で、別売りの外部給電機を接続すれば車外で合計 4500W の電力を電気製品に供給できるそうです。今後地球に優しい自動車がますます普及されるといいですね。それではまた来週、また見てね。ストップ地球温暖化、瀬戸いこかがわ。